どうも、田中でございます。今回は漫画の方を紹介させてもらおうと思います。紹介する作品はこちら。ババンと。魔剣鬼22巻。こちらの方ね、紹介しようと思います。魔剣鬼22巻ね、先月発売されて、僕買ってね、読んでね、ほんまね、素晴らしいと。今回の魔剣鬼はもう、ほんま、とんでもなく攻めた、素晴らしい回やったな、というので、とても興奮したんですね。その、何を興奮したんやっていうと、このね、武田博光先生、今までかなり抑えてたんです。ほんまは18歳以上のね、人しか読めないような青年コミックを書いていた方にもかかわらず、まあ、青年コミックですよね。まあ、普通の子供たちが読めるようなコミックに抑え込んで、ずーっと書いていたわけなんですが、ついに22巻で爆発します。もうこの爆発させ方がね、ほんまね、素晴らしい。もうバカバカしいし、こんだけやってくれたら、きっと世の中のね、いろんな男の子たちがね、これをおかずにできる。もう間違いない。そのおかずにできるバカバカしい演出の数々、ぜひともね、今からご紹介させてもらおうと思います。そして紹介するにあたってネタバレ 100% 含みます。僕の勝手な妄想も膨らんだ状態で感想をお届けしますので、そういった感想だとか、まあ、ネタバレ NG ですっていう方は、見ないようにお気をつけくださいませ。はい、ということでね、今から魔剣鬼22巻紹介していこうと思います。まずね、この魔剣鬼22巻、素晴らしいポイント。お色気シーン50ページ以上あります。200ページ弱ぐらいしかないページの中で50ページ以上を占めるということはもうほぼほぼエロ漫画です。ほとんどそれと変わらないです。それぐらい今回やってくれましたね。その中の多くを占めているのが、まあ、敵キャラクターで新たに出てくるカヨクというね、もうほんまね、まさにこういうキャラクターを描いて欲しかったというね、僕の好きなタイプのキャラクターと。で、味方キャラクターではエスパダラブっていうね、その爆乳のね、エロい姉ちゃんが出てきて、この爆乳同士と対決が行われるんですよ。で、この爆乳同士と対決が素晴らしくて、最初ね、カヨクっていう敵キャラクターがね、先制攻撃を仕掛けるんですよ。で、先制攻撃で大概パッと浮かぶのは、まあ、ジャブするとかね、まあ、気候弾みたいなの出したりとか、蹴り入れるとか、そんなんじゃないですか。そんなんじゃないですよ。まず最初に敵に背を向けてヒップアタックです。まさか、敵に背を向けてしゃがんだなと思ったら、お尻が目の前でないですからね。そんなすごい展開が、こんな漫画で読めるのっていうね、18禁ならまだありそうなお色気展開ですけども、それをねちゃんと青年コミックで見せるんやということでね、お笑い的にもそしてすごいお色気チェックにもうまく書いてるというね、この先制攻撃素晴らしいです。でその後ね、やっぱ何でもそうですよ、先制攻撃し終わった後にね、お互いどっちの方がすごいんやっていうことでね、こう四つ手をね組んだりするわけですよ。プロレスでもそうですよね。どっちが強いんやってことで、こう握力勝負みたいなことしますよね。それをねちゃんと魔剣鬼22巻でもやってます。エスパダラブとカヤクがね、乳をこすり合わせてね、どっちの方が乳強いのかっていうことで、ね、乳比べするっていう、そんなことあんのって、乳比べでどっちがすごいって決めることあんのっていうところなんですけども、乳比べるんすね。乳比べるんすで、あ、カヨクの方がね、でかいんやけど、ちょっと垂れ気味やから、張りのあるエスパダラブの方が威力強いとかね、そんなバカなみたいなことが起こるんですけど、ここら辺ね、好みよりますよね。あ、僕はカヨクの方が好きですけどね。はい。でよね、こういう展開があったりとか、もうほんとね、その他にもう、その他にもいろんなね、そんなお色気シーンがたくさんあるんですよ。もう散りばめられてる。そして、巻末のおまけページもバッチリ、そのお色気シーンばっかり。もう最高。もう言うことないよ、もう。で、この、さっき言ったカヨクっていうキャラクターはね、こう、悪魔やから尻尾あるんですよ。で、その尻尾めっちゃしごかれるとか、ね。もうこれは、もう昔、もう18禁のエロアニメで見たよと。大張まさみがやってたあれですね、とかなんか思うわけですよ。知ってるで、エンジェルブレードの前にもなんかそんなあったよね、っていうね。知ってる知ってる、とか言う。なんかすごいね、僕の中では、テンション上がるポイントでしたね。
いやー、こういうね、悪魔の尻尾至極っていうのも、もう、18禁というかね、成人向けコミックの方ではよくあるんですけども、やっぱね、こう、ギャグテイストに、ね、青年向けコミックに落とし込んでるってところが僕はね、まず評価しなければいけないポイントやと思うんですよ。ここまでやったらもう、成人向けでええやんって思う人もおると思うんですけど、僕はね、これを青年向けでギリ出せるっていうことが、素晴らしいことやと。うん、思うわけですよ。こういうね、遊び心あって、しかも自分にとってそれは、なんか性欲的なものが発散もされているという状況をね、この負けん気22巻では非常に強く出されてます。そして、これが多分一つのね、大きいポイントやと思うんですよ。これ以上やったら多分成人向けやけども、ここまでやれへんかったら青年向けで終わるみたいなポイントが一つありまして、それは、お乳首を片方しか見せないって、これです。片方だけがお乳首見えるんですよ。でももう片方はギリ見えないっていうようなシーンが多々出てきます。これはきっとせめてものボーダーラインです。決してこれがボーダーラインではないけども、せめてもの思いやり的ボーダーライン。これをね、また読んで楽しんでほしいです。まさかこんなところは見せないとはっていうね、ところが多々あります。でもね、右見えて、次左見えてみたいな、こんな感じしてるんでね。そうですね、満足度あるんじゃないかと思いますね。うん。ね、まあ、次、元ネタというところで行きましょうかね。はい。まず、エスパダラブはね、きっとアマンダラブとか、ブランディラブとかね、ここら辺のね、まあ、おっぱいを売りにしている AV 女優、あるいはヌードモデルという、ここら辺がね、あるんじゃないかなと思います。で、カヨクとか、ここら辺はね、ちょっともう、行き過ぎててわかんないです。もう、ここら辺は、行き過ぎててわからないんですけども、まあ、いろんなね、爆乳の、そういう女優さんいますから、そこら辺から取ってきてるのかなと思いますね。特にこんだけでかいから、お前誰やねんって言われたら難しいですよね。うん。とりあえずまあ、エスパダラブは名前の響きから見て、アマンダラブとブランディラブってここら辺ですよね。うん。間違いないかなと思います。はい。で、そんな奴らが戦ってるっていうのがね、もう微笑ましいですよ。なんて言うんですかね。年末のね、野球拳するような感じでね。たー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 
ったなーって言ったら、普通ね、ゴンがカーンなって戦うんですけどね、カーンってなったらずっとター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 って聞こえてくるような、そんなね、おちゃらけた感じが僕はとても好きですね。はい、ということでね、22巻、とても良かった。これね、感想ね、他のアマゾンとかでもね、僕チラ見しましたけども、非常に評判悪かったですね。僕、これね、武田博光先生のことを好きな人は、これ評価しないのっていうことで、僕逆にびっくりなんですよ。中途半端になるんですかね。僕これ、めちゃくちゃ評価していいと思うんですよ。これこそ武田博光やろって。これぐらいエッチでバカなことするから武田博光やないかっていうことでね、僕はね、錦の旗を持ってね、こう振りますよ。うわー、これぞ武田博光っていうね、この気持ちをね、届け、武田博光にっていう。うわーってなりますね。もうぜひとも、そうですね、何か、おかず欲しいと。もう夜言うてもね、いろんな AV 関係見れますよ。テッド通して見ることはできます。で、それをね、必ずしもおかずとして毎晩堪能できるのかって言ったらそういうわけじゃないですよね。まあ、今日は日本人が良かったけど、明くる日には外人がいいなとか、たまには想像でやってみたいなとか、まあ漫画の絵もええなとか、なんかそんなね、いろんな自分のメンタルによってね、おかずにするもの変わってくるのでね、たまには漫画でそんなないかなと思った時には、ぜひともこの魔剣記22巻、読んでみてほしいっす。もうこれ読んだらね、ああ、田中さん、わかるわ。こんなバカバカしい。こんなプロレスリングしてるバカな感じが、たまらなく僕エロいっすってね、なってもらえると思います。これ武田博光先生の絵があってこそです。このアヘ顔、豚顔、ダブルピース、これをね、しっかりと出してます。その、武田博光先生らしい、お色気アートと、ギャグかのようなネタバトルを堪能していただけたらなと思います。まあ、ほんまの本編好きな人はね、確かに苦手なんでしょうけど、僕、武田博光先生やったらこれぐらいはね、もう毎回バンバンやってくれていいなと思ってるぐらいなので、次の23巻もね、これぐらいになっていれば、また勝手に紹介したいなと思う次第なので、ぜひとも、次回も、編集部のドラゴンエイジね、編集部の方も頑張って見せていただけたらと思います。はい、ということで、
本日は武田博光先生の魔剣記22巻の方をご紹介させてもらいました。ぜひとも皆さん買って読んでみてください。とっても良かったですよ。はい、では今度はここまでで、またねー。